日本関東地方東京都港区京王中通り、京王中通り、京王中通りとは東京都港区芝五丁目に存在する飲食街である。JR 田町駅前と三田通りをつなぐ道幅3メートルシーの細い路地に様々な商店が並ぶ。居酒屋、ラーメン屋などが主であり、学生やビジネスマンで昼夜ともに賑にわう。中通り西側から 慶応義塾大学を望むその名称の通り、歴史的に本来慶応義塾大学関係者を顧客ターゲットとした店が主であった。1970年代は学生向けにコピー機を制御とする店舗もあった。慶応義塾大学のキャンパス分散化に伴う関係者数の減少や見た通りに面したオフィスビルへの勤務者数の増加に伴って多様な顧客対象の店が増えている。 田町駅前から慶応義塾大学方面に向かう近道として利用されており、商店街もそのことを看板に歌っている。地形的には三田二丁目から芝五丁目にかけて東西に道が走り、田町に出る地点で東南に曲がっている。三田通りから入ってすぐの十字路に茶の木稲荷が祀ってある。五歳人は稲荷大臣で食物衣服を司る家内安全。 農業、工業、商業の繁盛、諸議芸の上達、交通旅行の安全等にご利益があるとされる。田町川の付近に、赤浪市の切腹の地である、水野剣持屋敷跡の史跡がある。京王中通り商店会は、昭和51年京王中通り商店街のび化かと、新興発展を目的に、京王通り振興会として発足し、イベントの企画、 運営、商店街の広報活動を行っている。ありがとうございます。